クバスです。今私はグランドセントラルターミナルの中にいます。本日はねこちら、オイスターバーですね、紹介させていただきたいと思います。まあ、今回ね前回ねニューヨーク来た時にね紹介したかったんですけども、ちょっとねタイミングが合わず、今回はこちらオイスターバーをね実際に利用して紹介していきたいと思います。実際にね利用して紹介していきたいと思います。それでは行きます。中に入りました。で、ねカウンターは勝手に座ると、メニューが配られるみたいな、そんな感じとなっております。で、ね、ここはオイスターと、ニューイングランドクラムチャウダーっていうのが人気ですので、今回そちらをね注文したいと思います。しばらくするとねこういうラッパーとかね運ばれてきます。それではいただきます。
ックの支店のね奥の方にこういう紙が置かれます。まあ、これで支払ってっていう感じで終了です。それではお店を出ました。今回は、グランドセントラル駅の中にあるオイスターバーをね紹介させていただきました。こちらもね有名店でやはりね味も最高に美味しかったですね。もしよかったらニューヨークに行く際はね利用してみてはいかがでしょうか。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。もし、役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。